34秒の遅刻です。惜しいという表現が妥当かは議論の余地が。あるわけないだろう。全く惜しくない完全無欠の遅刻だ。していたもので、そういうことなら仕方。ありがとうございます。それでは。通学ではないはずです。お、そうだっただぞ。どうやらおとがめなしで済んだみたいね。ほら、気づいてたの？一度お話ししてみたいと思っていたから。屋上にいる君を見たという生徒がいるんだけれど、心当たりは？さあ、ならその生徒の見間違いなのでしょうね。とてつもない美人の月読さんが、あなたと親しくしているのが不自然という生徒もいるのよ。
さわしくないと。私はカイトのことが大好きです。そう、人の好みは千差万別だものね。ありがとうございます。応援してもらいました、マスター。さすがは生徒会長です。私は新しい知見を得ました。弱みを握ればより効率的に大好きです検討に当たる。神様のような